はい、では紹介をしていきます。ちなみにこちらのトヨタジェネオハイブリッドを出すまでにこちらの4つが被りました。ダイナにつきましては3つこれで取り入れましたね、こちらは近々プレゼント企画とやるかもしれません。はい、まあこれは今回はいいでしょう。こちらを紹介していきます。まず箱の紹介です。はい、では中身です。もうシール貼りをしてあります。こちらは現物です。全体から見るとこのような感じ、側面ですね。トヨタのロゴなどがしっかりとデザインをされています。ここが上下します。ということで今回はこちらハッピーセットトミカトヨタジェネオハイブリッドの紹介でございました。